New South Wales 大学の日本語1年生のコース。今たむ日本語コースを選んだのは、ずっと日本が好きだったからです。毎週月曜日の午後1時から3時、日本語の講義に通っています。水曜日と木曜日の午後3時から5時にチュートリアルをします。私たちのクラスの名前はいちごです。日本語の授業の先生は福井先生です。エドモンド、ジュース、マグは私の先輩です。彼らはとても丁寧なので、私の日本語学習にとても役立つします。チュートリアルでひらがな、カタカナと漢字を勉強しました。先生はよく私たちをクラスメートと休憩中の短い会話を練習させます。それは面白いですので、私はこの練習が大好きです。でも、させます。それは面白いですので、私はこの練習が大好きです。でも、ひらがなは苦手です。先生は、私たちに一人ずつ読むませで、間違つ、たよみ、肩をなします。まだ毎日2時間テープを聞いたり、ビデオを立て日本語の勉強をしたります。本語、私はよく友達と図書館に一つで3時間優秀までは復習します。タムさんで日本語の勉強を継続します。日時を生活や休みについて日本人と簡単な会話ができるようになりたいです。